水と空気で新たな生活習慣の価値を提案する企業がある。株式会社サイエンス取締役会長青山康明。サイエンスは今日の感動が永遠の喜びにをテーマに、ビューティー、ヘルス、リラクゼーション、ウェルネス、医療分野に事業領域を広げている。マイクロバブルというのは字のごとくで超超小さな泡で、千分の1ミリとかいうレベルの泡のことを言うんですね。保湿、温浴、節水の効果が期待できるだけでなく、浸かるだけで洗えるため高齢者や介護ヘルパーからも喜ばれている。気持ちいいな、白いお風呂に入ってるだけで500万個の毛穴を全部クリーニングしてくれると。日本初の技術を世界に向けて発信するとき、そこに新たな価値が生まれる。賢者の選択、フュージョン。賢者の選択、フュージョン。ナビゲーターの松尾恵理子です。改めて本日のゲストをご紹介します。株式会社サイエンス取締役会長青山康明さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはサイエンスの事業と歴史をコンパクトにご紹介するショートイントロダクションです。株式会社サイエンスは2007年に現在の取締役会長青山康明が設立。設立当初より浄化水装置、マイクロバブル入浴装置など水にこだわった商品の開発、製造、販売で事業を展開。2015年にはライフデザインホーム事業として住宅の販売を開始。現在も新習慣というキーワードのもと、新たな生活習慣の価値を提案し続けている。改めて伺いますけれども、はい、マイクロバブルというのはどのような泡なんですか？はい、普通のこの泡、まあ、皆さんがこう目に見えている大きな泡というのは、まあミリバブルとかセンチバブルとか、はい、まあ、言ってるんですが、マイクロバブルというのは字のごとくで超超小さな泡で、はい、千分の1ミリとかいうレベルの泡のことを言うんですね。で、普通の泡とは違う特性を持ってまして、全部マイナスの電位を帯びてるんですね。はすると、まあ、例えば汚れとか、はい、そういう有機物には大概プラスの電位を持ってますから、はい、どんどんマイナスの電位を持ったマイクロバブルがくっついていって剥離をするという面白い特性がある泡なんですね。へ、はい、こちらはマイクロバブルを使った入浴装置、マイクロバブルトルネードの模型。今回はこの模型を使ってマイクロバブルの体験をさせてもらう。これがですね、本当のお風呂だと思っていただきまして、はい、片手体感でちょっと、はい、こちらの手めくっていただきまして、はい、さあ今からお風呂に入るようときにスイッチを入れていただきます。わかりました、はい、するとお風呂の中に煙のように細かい泡が出てきますね、はいはい、もうあの泡というより煙が出てきてる感じでしょう。そうですね。どうぞ手をもうドーンと入れて、はいはい、もうドーンと入れてくださいっていうぐらいまで、はい、なんかこう泡が出ているなっていう感じすらしない、全く普通のお風呂に入ってる感触ですよね。あの白い入浴剤の中に手を入れたような感覚です。はい、実はこれ全て泡なんですね。はい、これで見ていただくとよくわかりますが、はい、白いですよね。そこからだんだん透明になってきましたでしょ。そうですね、あのビールの泡が上がっていくような、この時初めて泡なんだと分かっていただけるんですね。この泡というのはマイナスの電位、はい、持ってます。で、毛穴の中にある本来洗いたい皮脂汚れであったり匂いの元であったり、はい、そういう有機物というのは全部プラスの電位を持ってますから、はい、小さいから入るんじゃないんですね。マイナスの泡ですからプラスにどんどん汚れにくっついていって剥離をして浮き袋の役割でどん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 出していくと、はい、だからまあ 4,5 分つけていただきまして、後ほどスイッチを切って透明になった時に、はい、
ショックを受けていただきます。ショック？はい、そろそろ今で4分ぐらいですね。4分ぐらい、あの濡らしたからね、しっとりしたんだと思われたくありませんから、しっかり、はい、これで完全に、はい、もうでは、はい、どうぞ引き上げてみますが、はい、よく拭き取ってください。はい、濡れてたら分かりませんからね。はい、もう乾く状態にしてほしいですね。分かりました。でちょっと指輪だけ預かりますね。分かりました。はい、どうでしょうか、手の色比べてください。こっち反対で比べてください。ちょっと見違えるよと言ったら、透明感出てますでしょう。はい、こちらのお風呂に使っていた方はほんのりピンク色ってね、はい、そうなんです。透明感が出てるでしょう。全然違いますね。それとね、色だけではなくてですね、自分でこう触り比べてみてください。はい、反対の手、入らなかった方、はい、まあ、いつもの私の肌の手触り、はいはい、もう片方、はい、お風呂に入った方、他人の手です。びっくりするでしょ。赤ちゃんのほっぺみたいな。皆さん同じセリフを言われます。柔らかい、はい、自分の子供が赤ちゃんの時に触った感触を思い出したって言われますね。なんか透明感と清潔感にあふれた、はい、柔らかい肌になってます。はい、もう明らかに色自体も違いますね。そうですね、はい、うわ、すごいでしょ。もうできることなら全身浸かりたい、はい、顔まで浸かりたいっていう、はいはい、皆さんですね、はい、今までそのマイクロバブルのお風呂使ってる方って大概顔つけてるんですね。そうですよね、気持ちわかります。そうなんです。で実はお客様から そのアンケートの中にね、首から下は使ってるだけで綺麗になるんだけど、はい、どうしても顔と髪の毛をもっと手軽に潜らなくても何とかしてもらいたいっていう要望がすごくてですね、まあ、これ3年かかったんですが、新しく開発した商品というのがこのウルトラファインミストミラブルっていう、ミラブル、はい、シャワーヘッドなんですね。シャワーヘッド、はい、こちらが新商品なんですね。そうなんです。だからご自宅のシャワーヘッドくるくるっと回して外して、はい、これくるくるピッ、これで終わりです。あ、随分簡単になりました。そうなんです。そうなんです。これはですね、この真ん中の部分、はい、このサイドに3箇所の穴、こっから実は空気を呼び込みまして、はい、この頭の中で、ここはちょっと企業秘密ですが、はい、あることをして、この真ん中からですね、頭を洗うときは勢いが欲しいのでストレートを出しますね、はい、でいよいよさあ女性の方、顔のお手入れしたいというときはきついですから、これをワンタッチで切り替えていただきますと、はい、この外周からウルトラファインバブルという、はい、これはもう一桁小さい1ミクロン未満、1万分の1ミリ、はい、っていう泡がこの霧の中に入ったミスト状で出てきます。シャワーヘッドの形をした、まあ、美顔器だと思っていただきたいですね。開発に3年をかけたというこちらの商品、早速スタジオで体験させてもらう。頭洗うときはこの勢いですね。しっかりと、はい、マイクロバブルです、はい、これでも汚れ落ちますが、さあいよいよ顔の手入れするよ、ウルトラファインバブル。なんて優しい。気持ちいいでしょ。霧雨ですね。そうなんです、で実はですね、まあ、普通シャワーというのは毎分10リットルぐらいの水を使うんですが、はいはい、これ実はほとんど気泡、泡を浴びてる水はですね 3.5 リットルしか使ってないんです。あ、そうなんですか。だからこの中に、この霧の中に 1cc、1センチ角のサイコロの中に泡の数が1400万個入ってます。これはちゃんと認定ラボで、はい、計測しておりますから。お風呂は先ほどね、はい、まあ、使ってるという想定で4分ぐらい入っていただきましたが、これはもう本当に1分いらないんですね。よく水気を、はいはい、拭き取ってくださいね。よく拭いてください。どうぞ触ってみてください。あ、こっちもツルツルになりました。なったでしょ。でも先ほどのお風呂に比べると、はいはい、浴びる時間はかなり短いですよね。短いです。我々は用途によって泡のサイズを変えてるんですね。お風呂は静止状態なので、はい、マイクロバブルというのはゆっくりですが浮力を持ってるんですね、はい、だから汚れにくっついて全部上に上げてもらいたい、うん、さもないと、ね、浴槽の中汚れだらけになっちゃいますから、そうですね、上げてもらいたいんでマイクロバブル、はい、シャワーの方は流体なので、はい、できる限り泡を小さくして、はい、で過密度を高めて泡をヤスリの役割をやってるんですね。削ってるんです。はい、それをちゃんと目で見ていただきますので、はい、はい、ここに油性ペンですね、はいはい、油性ペン、はい、ちょっと面白いことやってみましょうかね。
油性ペンでかなり濃くはっきりと今バツが書かれましたが、はい、そしたらちょっとこれすいませんお持ちいただきまして出しますね、はい、シャワーを当てていきます。そうです、4、5秒当てて剥離していきますね、はい、いきます。あれ、はい、油性ペンがもう色消えてますね、はい、こういう風に、はい、もう消えちゃいましたですね。わあ、本当だ、もう何事もなかったかのようにピカピカになりました、はい、あの油性ペンが取れちゃいました。小さな子供さんがいたずらしてね、はい、ついちゃうともう1日2日そのままついたまま走ってますよね。でも実際にはですね、この肌の表面にマジックが乗ってるんですね、はい、だから先ほど言いましたように 1cc で1400万個のもう1ミクロン未満の泡がヤスリの役割で分子レベルで浮かしていくんですね。でしかもやった後これ光ってツルツルでしょ。そうです ねすごいでしょ。いや、こんなに水だけで取れるとは、はい、そうなんです、水と空気だけですよね。泡の力なんですね、はい、泡の力、はい、だからサイエンスなんですよ。はあ、はい、そういうわけですか、はい、ミラブルを使用する前後で肌の水分増加率を測定したところ、使用前よりミラブル使用後の方が最低でも 8% アップ。お湯が肌に浸透し潤いを長く保つ効果があることが実証された。また温浴実験に対しても従来のシャワーヘッドを使用した場合よりミラブルのストレート水流使用時には平均 3.6 倍の温度上昇となり、シャワーだけでも温まって湯冷めしにくいことが実証された。ミラブルの開発経緯について専務取締役兼技術本部長に話を聞いた。ファインバブルをいかにこう分かっていただくかという中で、シャワーというよりもどういう水の出し方をしたら気づいていただけるのかなと。特にウルトラファインバブルは目に見えない泡になりますので、ユーザー様に感じていただけるような水流を作って、その中に気泡を入れ込むということを目的にですね、開発をスタートさせていただきました。今まで到達できなかったさらに奥深いところまでですね、気泡が入り込むと、そこに、あった、ものの汚れのですね、くっついてる力を気泡の力によってこう弾き飛ばしてあげるというような形でですね、洗浄ができるようになっております。マイクロバブルの時はどうしても住宅マンションっていうイメージだったんですが、このミラブルが出てから例えば、医療機器メーカーで、はい、まあ、大阪にダイケンイキサンという、まあ、医療機器のこれ上場会社なんですが、あのドクターが手術前に手を洗う、看護師さんが手を洗う専用の、手洗い機があるんですが、そこにすごい大きな蛇口がありまして、はい、そこをパカッと開けていただくと私どものミラブルがそのまま入ってる。なるほど、手術前のドクターたちもそこで手を洗ってから。そうなんです。というのは、まあ、メーカーさん曰くはですね、やっぱりこの洗剤の量を落とさないと手荒れがひどい先生とか看護師さんがおられるので、はい、少しでも減らせないかなということで導入されたんですね。例えば住宅以外でいきますと介護施設。介護施設、はい、大阪にあのハッピーライフっていう名前で展開されている大型の介護施設があのございますんですけれども、はい、あのそこはもう全部マイクロバブルのお風呂とミラブルが入ってまして、で施設長曰くはですね、もう今からマイクロバブルのお風呂がなくなることは考えられないと。というのはヘルパーさん方がですね、入浴介助というのは一番の労働なんですね。確かに洗うという作業がなくなりましたので、はい、あの白いお風呂におばあちゃんゆっくり使ってねって見守りに変わったと。で逆にですね、入所者の方にもご意見を聞かせていただきましてね、やっぱり洗ってもらって感謝はしてるんだけども、やっぱり洗ってもらうのもすごい負担なんですね。また女性ですとちょっと恥ずかしいとかっていう気持ちもね、その通りです、あるでしょうしね、はい、もういくつになっても女性は女性です。で、まあ、我々としたらですね、本当にそういう意味で一般家庭にどんどん、はい、あの普及してきた、いわゆる生活習慣を変えたいと思ってやってきたんですね。この最近で嬉しかったことって言いますのはね、あの、まあ、我々11年前にこのお風呂デビューさせた時怪しそうって言われてたものが、でまして浴槽につけるとですね、浴槽メーカーさんからですね、勝手にそんなもんつけて
わけのわからんもんみたいなイメージだったんですね、はい、ところが実は積水ホームテクノさんという、まあ、これ浴槽メーカーなんですね、はい、で実はお声掛けをいただきましてですね、世の中に対してその普通のユニットバスではなくて積水ホームテクノのマイクロバブル浴槽を作りたいと。だから最初からも浴槽自体がマイクロバブルになってる浴槽を作りたいことで、浴槽メーカーさんから逆にお声をかけていただきましてね、去年、まあ、ホームテクノさんからマイクロバブル浴槽というのが出たんですね。ということはもう本当にマイクロバブルの浴槽で出ていきますと、それが本当の生活習慣に変わっていきますからね、それが僕はものすごい一番嬉しいところですね。今加速的に広まっていきそうですよね。そうですね、はい、ただまあそういった優れた技術であればあるほど、はいはい、真似をされるですとかあると思うんですけれども、はいはい、そういった対策というのはどんなふうにとってますか？一般社団法人ファインバブル産業会というすでにもう工業会がございまして、はい、今現在78社私も手前味噌で理事をさせていただいておりまして、本当にそのファインバブル産業会という工業会ができて、これ何のためにできた団体かというとですね、もともとの目的はISO、はい、国際標準を作ろうっていうためにできたんですね。というのは10年前まで何ミクロン以下を何バブルと呼ぶとか何にも基準がなかったんですね。それで国際標準を作ろうということでやりまして、実際に今から4年前に、日本が提案した、はい、ISO 化されたというのはまだ5つしかないんですね。そのうちの1つがこの気泡泡の部分で、4年前に100ミクロン未満をマイクロバブルと呼ぶ、1ミクロン未満をウルトラファインバブルと呼ぶ、総称でこれをファインバブルと呼ぶというのが実は ISO が発行されて日本提案が通って全世界の国際標準になったんですね。へ、はい、だからこの泡の技術っていうのは日本が生んだ技術ですし、はい、日本が今現在世界の中で最もリードしてるんですね。泡の先進国なんですね、はい、それでただ国内においてはですね、はい、やっぱりその基準を作っただけではなくてですね、まあ、どんな時代にも確かにおっしゃられたような模倣品みたいなものが出てまいりますので、FBIAの認証登録制度っていうのがございましてね、はい、ちゃんとこの技術が使われており、そしてまあその商品管理の部分まで、検証されるんですが、実際には今認証登録制度がございまして、はい、お風呂の時も、4年前に私どものマイクロバブルトルネードが第1号の認証登録を受けさせていただきまして、はい、で今回このシャワーの分野におきましては、なかなか認証制度がなかったんですが、2年がかりでこれも制度ができまして、今年からですね、で、実は3月に、これまた手前味噌ですが私どものミラブルが第1号の認証登録をいただきました。そうですか、はい、はい、こういった泡の部分でどんどんリードされているということなんですね。お話にもありましたけれども、国際的なこの基準というのを作ってらっしゃるということで、はいはいはい、ゆくゆくはその世界というのも見据えてということなんでしょうか。そうですね、たまたま昨日、はい、私ベトナムから帰ってきたところなんです。そうですか、はい、ベトナムに当社の代理店さんが現地法人を作られまして、はい、ミラブルジャパンっていう会社をベトナムに作りましてですね、ちゃんと本筋の、日本ジャパンのサイエンスのものであるというのを、まあ、しっかりと歌っていくために私どもサイエンスも出資をさせていただきまして、ベトナムがいよいよ今回スタートですね。だからまずASEANについてはですね、もうとにかくこの日本の基準をしっかりと世界にですね、確固たる位置づけを作っていきたいなっていうところでいよいよまあスタートを切ったっていうところですね。今後の戦略などはどんなふうに考えてらっしゃいますか。はい、現実はですね、その世界に対してこのバブル、やっぱり日本の技術っていうものをですね、しっかりと、植え付けていきたいなっていうこととですね、それと、まあ、我々サイエンスはやっぱりこのファインバブルの技術においては一応専業メーカーでございますので、ファインバブルの技術を生かしたいろんな、アプリケーションですね、うん、を開発して人々の生活のお役に本当に立っていきたいなと。私どもの会社の一番最初、サイエンスウォーターシステムというね、家の大元につける浄水システム、はい、
が始まりなんですね。きっかけはですね、自分の子供のことなんですね。お子さん、はい、私は娘3人いましてね、はい、一番下の娘が生まれた時から強度の実アトピーを患っておりまして、体をこすって洗うこともできませんし、正式な今病名塩素系アトピーなんですね。塩素だったんですね、はい、だから逆に言ったら塩素はお家に来るまで必要なんですよ、はい、ところが一番風呂、昔から赤ちゃんお年寄りは避けた方がいいというのはね、うちの娘まさにそれにやられてたんですが、水道水に塩素が入ってますからね。そうです、それはもう殺菌のために必要なんです、はい、でも使う時には取ってやった方がいいのが、その張り付く刺激が非常にきつうございますので、うちの娘はそれがアレルギー反応ですごかったんですね。飲み水だけではなくって家中すべての水を浄化したいということから始まり、そして今から十数年前に半導体電子部品なんかの洗浄で、この小さな泡の技術を見た時に、私はもう全く違った発想で見てしまったのが、これを超小型化してお風呂を作ればね、人間のクリーニングマシンができるんじゃないかと。だからただでさえうちの娘って擦れないのに、それがもしできたら夢の実現と思って実は開発をしたんですね。娘さんへの愛情から始まって、そうですね。そして今はこういった多くの方に喜ばれるサービスになったわけですね。はい。株式会社サイエンス取締役会長青山康明は、幼き日にどんな夢を見ていたのだろうか。株式会社サイエンス取締役会長青山康明は1959年大阪府で生まれた。高校卒業後、営業職を中心に就業した後、株式会社サイエンスを設立。トップとして日夜奮闘しているが、幼き日の青山はどんな夢を見ていたのだろうか。ご多分に漏れずですね、当時はもう野球ですよね。だからもう小さい時はもう野球選手になりたくって、でもう野球ばっかりやってました。きっかけは知り合いの新聞記者の方がね、南海ホークスのベンチに僕連れて行ってもらったんですね、小学校の時。それで今の野村克也さんに、サインをしていただいて、はい、それでも野球に目覚めましてですね、もう小学校中学校ずっと野球少年の青い丸刈りで、はいはい、大概 いいとこまで行ってましたんで、高校はですね、じゃあそのまま高校も野球を続けるんだろうってみんな周りは思ってたんですが、ずっと青刈りやったので一回髪の毛を伸ばしたいとささやかな夢が。そうなんです。で、高校の時は軟式野球部は髪の毛伸ばせれるんですね。あ、そうだったんですね。そうなんです。で、高校の時は軟式野球をやりました。そうだったんですか、はい、髪型でちょっとチョイスしたわけですね。そうなんです。高校その大阪で優勝しまして、
近畿大会っていうのが軟式野球のまあ甲子園みたいなもんなんですけれども、そこに大阪代表で出まして、1回戦忘れもしません、京都代表の平安高校に、はい、名門、はい、14対0で4回コールドで負けまして、はい、そこで私の野球は終わりましたですね。そうだったんですね、はいはいはい、でそこからはどういった夢をいつも追いかけていらっしゃったんですか。ですね、やっぱり僕にとって夢はって聞かれるとね、はい、絶対実現できる一番遠い目標ですね。というのは叶わない夢っていうのは叶わないのではなくて叶えてないんですよ。というのはこの世の中で起きることはこの世の中で絶対解決する方法があると。だから夢が叶わないのは自分が勝手に諦めただけです。達成するまでどんなことがあってもやり続ける、はい、あの頃に見た夢、夢とは絶対実現できる一番遠い目標。夢が叶わないのは自分が勝手に諦めてしまっただけ。どんなことがあっても追い続ける、それが夢である。賢者の選択フュージョン、本日のゲスト株式会社サイエンス青山康明会長のお話いかがでしたでしょうか。泡の話と聞いて最初はどんな内容なんだろうと思いましたけれども、科学の力に基づいたものだったんですね。泡はとてもとても小さな泡ですけれども、その小さな泡が世界を大きく変える日も来るかもしれません。賢者の選択フュージョン、次回もお楽しみに。この番組はホームページでもご覧いただけます。また番組へのご意見ご感想は番組の公式ツイッター、公式フェイスブックにお寄せください。